accept the reality of the world when it represents it. Thank you.
I saw a man.
ありがとうございました。お疲れ様です。生まれ育った環境でやっぱりこの子供の頃からあったタワーがどのようにリニューアルされるのかがやっぱりこういう形でなっていくっていうのはすごく自分の中では嬉しいですね。海外とか東京とか何も変わらないクオリティでそれが出せてるっていう地元でっていうのはものすごい夢みたいな話です。ジェネレーションが高すぎても低すぎてもうまくいかないと思うんですよ。でやっぱり坂野さんみたいなちょうどこういろんな見聞を広めてきて地元に帰ってきてでこういう風だよってちゃんとこう道筋が見せれるようなそんな人がやっぱやるのがいいと思ってましたけど、平安京は当時と祭事は今ないんですけどその2つのタワーでそういう役割をしてたってまあ、いろんなもんで見たり聞いたりしたんですけど、まあ、この神戸にしてみたらそのタワーってこれしかないわけです。でやっぱりどんどんこう親しみが湧いてくるような使われ方をしてればみんなも来ると思うんですけど、なんとなくそこにあり続けてるっていうのは正直、まあ、遠いとかいろんな理由で来なくなる、まあ、僕もやっぱ子供の頃以外来てなかったっていうのもあったんで、でもそれがこの発信基地になると話は別で、遠いとかそういうものではなくて基地なんだから行くしかないっしょっていうふうに僕は思いますよね。遠いとか近いとかそういう話じゃないんですよ。そこがそうだから行くっていう、まあ、そこにつきますね。なんか街にあるものがそういう発信源としての使われ方しているランドマークって世の中的にも稀だと思います。なのでやっぱ神戸を皮切りにこういうセンスのある情報発信の場所として使われるんであれば本望じゃないのかなって。これテレビ塔でもないじゃないですか、うん、なので本当の意味でのその住んでる人に対してのランドマークであるってそんな気持ちになりましたね。こう文化を発信していくんだとかね、ライフスタイルを発信していくんだっていうのは一歩も二歩も深く入ったようなものなので、自分としてはやっぱりこの2010年代の令和になってこういうのが自分の街で行われてるっていうのはある意味東京でもないですよね。世界やってるとこってどこなんやろうって思っちゃいますよね。なんか本当の使われ方をしてるような気がしますよね。なんか神戸でやっぱりこういうことやってんだよっていうアピール要素って今まであんまなかったんですね。特に地震より前は割と神戸すごいなって自分でも思ったんですけど、やっぱりどうしても地震とともになんか意気消沈していったようなところがあるんで、じゃあどうやってその楽しい街としてあり続けるんやろうっていうのは、なんか変な話みんな散っていくっていうの、東京行ったり海外行ったり、ね、いろんなところにこう人材流出していくのも感じましたけど、なんかこんなに面白いんだよってアピールできれば、やっぱ住んでて楽しいって一番いいですよね。まあ、今日のかけていたような感じの曲は自分の中では結構歴史上に新旧問わずいいと思ったものをあの時間帯にマッチしたんですね。なので一つのこのポートタワーから発信する最初の出来事としてのなんかこうボカーンって風穴を開けるような歴史に対してのその、まあ、セレブレーションできるようなそういう瞬間をあそこにはめたかったんで、自分の良しとしてきたことを全部入れたそんな感じでした。